者は大谷さんと投手は大谷さんだと全然人格変わるみたいなことを黒木さんお話されてたことがあったんですけど、ピッチャーとしての大谷選手はどうでした？ピッチャー好きなんでしょうね。ピッチャー目つき全然違いますもんね。目つき違うんですか、はい、マウンドの。ただやっぱそのやっぱりいいピッチャーと比べると、はい、スピードは出てますけど、はい、やっぱ指の引っかかり方がちょっとこう、うん、一つのストレートだけでも全然もう変わるんで、はい、だからもう自分が初めてバント空振りしたのが大谷の朝日違う帯広かな、はい、あそこでした時に158キロのストレートを初めてパッて真上バットの上取っていって、 あら何だ今の球と思って、え今ストレートだよなって、はいストレートですって、で鶴岡が、はい、指に引っかかった、うん、大野だったな、どっちかがその指に引っかかったボールがすごいんですよって、へえ、案の定次159キロですよ、はい、全然その前の球より遅く感じて平然とコンってバッてきてます。それ回転数が違うと、はい、もう全然本当に伸びがすごいやつがあるってことなんですか。そうです、58で全然えみたいな感じになって次の球の方が速いんですよ球速的には。でも平然とコンってやって、やっぱ指引っかかった球はやっぱうわっと思ったんですけど、はい、次の球はなんかドーンって感じです。全然違いましたね。一番すごかった球は何ですか大谷選手。得意ボールはスプリットですけど、うんうん、自分一番バランスよく投げてるなと思うのはスライダーですね。スライダー力みもなくそのままのバランスまでパンって投げるん で、うんうん、でリリースもなんかスライダーの方が一番前で離してるんじゃないかなっていうぐらいの感じです。ああそうなんですか、はい、そのぐらいいいフォームでスライダーは投げますね。それはもう今もそこはあるなっていう感じはあります。あ、そうなんですか、はい、メジャー投げてる時もやっぱそれは思いましたね。へえ。こう成績を見ていくと一番投手大谷選投手でいいのが2015年かな、15勝されてる年があって、まあ、翌年の方が防御率はいいんですけれども、その絶好調の時はどうでした、対戦していて。まずなんですけど、その頃の大谷選手と対戦するじゃないですか、はい、先発大谷さんって聞いた時にチームとしては指揮というかなんかこう、あ結構やべえ、あいいピッチャー来たなっていう感じ。あんまなかったです、みんな。みんな、はい、球速く感じないって言うんですよ、みんな。へ、はい、でも変化球の方がそうやって言うと変化球をくるくる回るんですよ。だからスプリットとかスライダーとか、はいはい、もう本当なんかまっすぐは全然前にカーンって普通に打つんですけど、はい、なんで ストレートしか狙ってなかったのって、いや変化球頭あってあなるみたいな感じで、うん、変化球の投げ方キレとかが良かったのと思います。あそうなんですか、はい、だからみんな早く感じてるっていう人はそんな聞いたことなかったですね。これってこうメジャーで今年本当9勝されてって言われですけど、こうもっとこう投手大谷もう2桁とかももっと導ける、細川さんだったらコースやりたいのになとかって大谷ですか。大谷さん、まあ、メジャーで9勝っていうのはとんでもないですよ、まあ、とんでもないですけど、はい、これもっとこここうやってったらもっとメジャーでもいけんじゃないかなとかって見ながら、だってメジャー中継見ながら細川さん思ったりするんですよね、こここうだろうとか。まあでも自分のなんかそのさっきの伊藤さんからの伊藤さんの話ではないですけども、はい、そのやっぱ緩急っていうのが頭から離れないんですよ自分は、はい、どんないいピッチャーでも投げれるんでありますね、サファテとか別です。ただ大谷がまっすぐカーブスライダー、まあ、スプリット、はい、あとまあツーシームもあるんですけど、でこのカーブっていうのをどっかで遊びどころでポンって投げるように、だダルビッシュもやっぱそこに戻っていってるじゃないですか、カーブ結構使ったりとかして、はいはい、やっぱその緩急っていうものにたどり着けたら大谷はもっと楽に勝てるんじゃないかなと思いますよね。まっすぐスライダーフォークスプリット、はい、
まあ、基本ですけど、はい、やっぱりそこが追いつかれるんでスピードには慣れで、うん、だからそこに緩急つけておかないと慣れた時に怖いですよね。あのこれ大谷さんがっていう話じゃなくてですけど、そういうアドバイスってあるわけじゃないですか、みんないろんな投手の方で、はいはい、でやっぱ緩急って一番分かりやすく僕らも確かにその通りだなとか、うん、緩急使ったらもっとそうなんだよなとか思っても簡単にそこに取り組めない事情もあったりするんですよね、投手の方で。あと取り組まない人もいたりとかって、あの恐怖心です。恐怖心と、あのやっぱ速いボール、はい、速い変化、キレのある変化、はい、でも遅いボールって打たれそうな気がするじゃないですか、うん、そうですね、やっぱ100キロの球とかピュッてやったら、そうですよね、カンペローンって言ったら、なるほど、はい、その恐怖心をどうやって拭い去ってあげるかっていう人も大事ですし、うん、はい、自分でもやっぱチャレンジしてちょっとずつチャレンジするっていう気持ちがなければ、はい、そこには絶対たどり着いていかないんで。切断だったりね、カーブっていうところのお話されてましたもんね、はい、なんかあれはもういい、いい、本当にいいカーブなんで、うん、でもダルビッシュとかに聞いてほしいな、あのカーブのやり方。あ、そうですか、はい、でも緩急を手に入れたらまだまだまたいける可能性があるっていうふうに思って、そう、とんでもない投手ですね。まだまだいけるんじゃないですか、投手でも。まだまだいけますか、面白いな。それでまた30本とか40本とか打ったらもうものすごい選手ですよね、はい。あとご自身もあんま興味なさそうですよね、外に遊び行くとかっていうのが。なんかまああのなんだっけ、あのメディアでも言ってましたもんね、お金しかたまらないですとか、なんか、はい、なんか物が買うもん、買いたいものとかあるだろうと思いますけどね、あんなに若いと。あとこう大谷さんのなんかこうドキュメンタリーとかたまに年一ぐらいあったりするじゃないですか、はい、なんかこうついてくれてるやつで、はい、もうオールスターとかでも何百枚みたいなサイン色紙を変えて、誰のかすごいですよね、本当に。あの子供たちのこう、うん、フレンドリーに書いてあげて、はい、いや、いいやつだなとか、ああいうのも思いますもんね、うん、はい、なんかこう、野球選手じゃなかったとしても きっとこう出世してたろうなとか、サラリーマンだったとしてもって思っちゃいますよね。いや、本当にいい子ですね。なんか、でも、本当かどうかわからないですけど、大谷から聞いたのが、はい、欧州藤原の血が入ってるとかって、そういう。あ、そうなんですか。だからすごいでかいじゃないですか、体もこんな子、はいはい、東北人でこんな人いないなと思って、うん、あ、そう、東北いない、まあまあ、てそれいくともあんまりいないですけど、はい、あんなに打球も飛ばして、はい、やっぱ体が相当強くなると飛ばせないんで、はい、で、なんかお前外人とか血入ってるのかって聞いたんですよ、はい、いや、自分多分あの欧州藤原のそういう関わりがあるみたいですとかって言って、へーと思って、やっぱ皇族の血とかでやっぱちょっと違うのかなと思ったり、はあ、そう言ってました。そういう風に見えてきてしまうな、はい、でも本当にあの毎日朝起きたらまず僕らは大谷さんの活躍がもう励まされるっていうか、本当ですね、本当に、はい、どんなエンタメでもかなわないなと思ってしまうぐらいのあれだが、今年もぜひ期待したいと思います。いや、本当ですね、はい、はい、ありがとうございました。